AFP イコール時事、更新、パリ五輪、陸上男子100メートル王者のノア・ライルズ、ノア・ライルズ、米国、は、8日の200メートルで銅メダルに終わった後、2日前の検査で新型コロナウイルス感染症、COVID-19 に陽性反応を示していたことを明らかにした。ライルズは100メートルとの2冠を逃した200メートル決勝後、車いすでトラックを後にした。 同種目はボツワナのレツレテボゴ、レツレテボゴが優勝した。全速を患うライルズはレース前にもマスクを着用していた。レース直前の選手紹介の際には体調を崩している素振りはなく、トラックでジャンプしたり、客席に向かって力こぶを見せたりしていた。ライルズは米 NBC のインタビューで、6日の起床時に体調が悪かったことを明かし、100メートルを走ったこと、 かからくる痛みだけでははないことは分かったドクターを起こして検査してもらったら残念ながら新型コロナウイルスに陽性の結果が出たと説明コロナ陽性になった影響は間違いなくあったとした